ほんまにおしっこせえへんで。いや、ほんまにせえへんで、こいつ。で、一時、俺、おしっこしたなって、はい、止まったんよ。はいはい、あの、あれで、パーキングで。はい、で、まあ、言うても1時間ちょっと行ってるやんか。はいはい、で、こいつ家から来てるから、その間おしっこしてへんの計算したら、だって1時間40分ぐらいはしてへんねんな。で、したらええやんか。別に、せえへんねん。あの、行きたないんすもん。いや、行きたなくても、したらほうがええって。なんか、正面行かへんの、かっこいいとこ撮ってるやん。いや、ほんま俺、飲みに行っても、空口おしっこしてるの見たことないね。ほんまそうですね。なんでお前、どうし、何それ、なんでな。いや、飲みに行ったらしてますよ。いや、俺、おしょんべん行くわとか、トイレ行きますって、聞いたことないで、お前に。どこでしてんのおしっこ。普通に行ってますって。いや、ほんまに。タイミングが違うだけじゃないですか。いや、行ったらええなと思うんですよ。誰も別にね、空口さんのトイレ行って。トイレするんやと思うよ。トイレするんやと思う。アイドルちゃうもん。めちゃくちゃしそうな顔してる。何やったら。何正面しい顔って。いやだからよ、前から不思議やな思うとって、そらこっちトイレ行けへんな。あ、でもさ、あの、変な話。あの、うんこするとき、男っておしっこ出るやんか。はい、はい。女の人ってそれない、ま、あ、そうなんですか。別ってほんま、いや知らないです、聞いたことないです。いや俺そうなんですか、うん、ええ、でも力入れるとこ一緒ちゃいますもん、男と女出そうなもんですよね、はい、いやいや、なんかで見たことあるね。女の人はほんまかなそれ。男は絶対一緒にするやんか。そうでも一緒にするのが信じられへんみたいなことで見たことあるね。一緒って同時って出てるんですかね今。そうそうそう。同時に出てます。いや同時じゃないかもしれんけど、同時に出るんかな、どうか分からへんけど、俺でも同時に出る。だって同時に出てる感じはないような気がしてきました。あ、ほんま黒田さんのあれですね。俺が変なかもしれないです。あ、そう。意識した。でも女の人が違うっていうのは知らんかった。ほんまかなって言われても、でも何の解決にもならないですね。ここ言われへんね、女の人。投げかけて終わりです。帰ってきますね。コメント欄に書いてくれるでしょう。それは女の人たちが。少ないですよ。でも数少ない女の人。あんまりな。女性で。ね、62ですがって言われてもちょっときついもあるよな、そうなると。私から言わせてもらうことってちょっと嫌やな。聞きたないですね。タコを釣るんですよね。タコ。サンマなんですよね、それ。サンマですね、サンマの切り身。そうやってもこれ以外に分かんないですよ。ほんだらルアーの意味あんの、あ、光るから。で、おばちゃんがこれで結んだらええって言ってた。釣り屋のおばちゃん。今までやったことないんですよね。やったことない。ないんですよね。だいぶ引く？ブルブルとはならないらしい。あ、なれ、あ、なんかあれ根掛かりしたんかなって動かへんくなるらしい。うわーってこう抱きつくんで。あ、これぐらいでいいんか。全く釣れる感じしないですね。なんか雰囲気的にはね。容器おるってイメージがないから、うん、そうですね、こんなところはそん淀川の河口とか、ええー、めっちゃおるらしい。トラさんは釣ったことないやろ、タコ。2回だけ釣りに行ってやってみましたけど、なんか、はあ、人気ありますもんね、釣りのあの YouTuber の人たち。ああ、タコもやってましたよ。釣れてるんですか。釣り岡でしょう。
ていう佐賀の人たち連れてました。はい、連れてました。ハイサイ探偵団、その有名な、ああ聞いたことありますね。めっちゃ有名。でも初めてこれガレージを抜け出したなんか開放的な絵ですわ。ほんまやね。しかも太陽が嬉しいな。そう。釣りは短期の人の方がええっていう理由が俺よう分からへんかったやんか。よう言うへん。はいはいはい。この前聞いたんや。はい、なんでなん、はい、なんで短期の人が釣り合うてんのって聞いたらさ、はい、短期の人の方が陽光をあげんねんて、何回も何回も。でね、餌が取られたりとかしてすぐつけんねんて。で、気長い人はずっと。なるほど。らしいな、そういうとか。あ、なるほど。おお。長いね。長いです。これタコは見るか。やっぱりこういうのって要物知りのこの淡路島のこの洲本の人に聞かな分からんちゃうの。ここでも聞いたところなんですよね、場所ね。これが全然竿の長さ全然違いますけどね、他の、あの皆さん持ってはるやつとか恥ずかしいやろこれ。短すぎて言うてんのよ、これでもいける。例えば他の人のね、見た長いやん、めっちゃ恥ずかしい。いや、なんかな、ちょそうなんか、なんて言ったらいいのこれ、何やろ、何やろ。なんか、短い。これ短いと思うけど、あいつ俺なんか恥かかそうとしてる、ね、他の人のめっちゃ長いやん。ここちょっと恥ずかしい、ね、ちょっとね、なんかカッコがつかへんというか、カッコがつけそう、カッコがつかんわ。なんか、なんて言ったらいいの、なんかな、なんか喪服は着てるけど下は運動靴みたいな、そんな気分になるわ。カッコつかへんですね。カッコつかへん。ソラグチがあの釣り人の方に、はい、タコ釣れるんですかって、はい、釣れへんって。ここを基盤にしてる釣り人が あんまり何やってるんですかね、今日これ。いや、ソラグチが怖い。今もう1時間半ぐらいですか、2時間ぐらいですか。2時間ぐらい。ここがええ言ってここを目指してきたのに。何にせよ竿は短いわ。竿は短い。さっきの人笑ってるんでしょうね、さっきの釣り人ね。あ、せやな、タコ釣れ、タコ釣れへん。あの帰りがけに言うてんちゃう、あの車の中あたりで、あさっきの人タコ言うたらタコ折れへんのもらえないけど、竿短ないとか言われてちゃう。あ、竿短いやつ人おったやろとか言うてちゃう。あ、おったなとかな。どういうこと？知らんや、僕もほぼ来たことない。いや、あ。何や。あ。地元の人に聞いたらここが一番釣れんちゃうかって言われました。で、先なんて言われたんですか？あんまり釣れへんし、お釣れさん、竿短いないですかって言うなかった。お釣れさん、竿短いないですかって言われなかった。正解がなかったことですもんね、竿も間違えて、釣り場も。いや、これ1回目から釣れたらまた嘘くさいですよ。そんな簡単に釣れたらタコも。リベンジしたらいいじゃないですか。ね、いや、そういうことですね。ということで、聞いたらなんかもうタコなんか絶対釣れへんらしいで、
や知り合いに聞いたけど、いやこれ釣れるスポットやって、いやだから空口が釣れるスポットやって言うたけど、はい、俺一回聞いてみてんや電話で、はい、ほんなら釣り好きな人とかに、はい、そんなん船田さん絶対釣れへんでとか言われてさ、結果ね、もうね結果論としてもうタコやる言うてもたから、はい、タコやらなあかんのにタコおれんかったらどないしょもないからさもうあのこの洲本の近所に金寿司さんってあんねんけど、はいはいはい、よいこう寿司屋さんやねんけど、はい、そこであのタコこれ立派持ってきてこれ明石のタコ立派あ明石のタコ明石のタコ淡路も明石も一緒やな一緒この辺の瀬戸内の瀬戸内海だからなからこれとりあえずあのこれを塩で揉んであの生きてるからねまだ問題はねタコってあれやねんな煮たらあかんねんなあんまりあそうなんですかでタコってほら甘煮すぎたら固なるやんか絶対あいやいやあんまりその知識タコって柔らかくするために煮るんやったら、はあ、もう正直な話そんないつもみたいに5時間6時間とかかかれへんねんやんかでタコで何をするかやねんどんなんがあるんですかタコってあんまりいやいやまあもうなあほんま一番うまいのは、はい、このまま塩でもんであのボイルバッとして1分2分で揚げて刺身食っていくんが一番生なくでもええしだって刺身が一番うまいけど、ね 一番ね、一番うまいもんだって人でええんちゃいますそんなすぐ終わるやんえすぐ終わりますやんだからまあそれか、まあ、あのタコの うま煮っていうかまあ、いいね、甘く煮るか、はい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 、でそれでもそんな時間かかれへんと思うそれいつもみたいな時間はかからん何時間とかじゃないんすか1時間も絶対煮込めんからな、まあ、煮込んでも40分とかそんなんちゃう30分とかいつなんか今までと比べるとあれですね早く帰れてただ下処理が大変やねああ生だ塩でもまないから塩が荒塩でよへ、ね、えなんでですかそれはぬめりをぬめりと雑菌とんねんなタコの吸盤って意外とあの菌多いのよへえ意外と菌多いだから吸い付くから吸い付くからだからその菌が雑菌多いからもうどっちかってその生でこう食べるのあんま良くないのへえでも よっぽど塩で下処理してってやった方がええよね生タコっての刺身ってじゃあ塩でも揉んでないんですかあれはうんあの例えば一本バー動いてるとバン切るやんか、はいはい、ビーッと切っちゃって、はい、あのイボイボのとこ吸盤のところを全部外して白いとこやろそうですね、はいはいはい、白いところをこうやってやってるやろだから赤いとこないですねないやろ確かにね赤ないであれ、はいはい、タコを赤いのは茹でたからやそうか、うんはい、あんまりねシャシャリでんといてくれシャシャルって言うなでもそれでしょうかせっかくやから煮だこいやその工程が興味ありますわあんまり見たことない見たことないですね俺もタコなんか煮の久しぶりやでこんな生のこれでもめちゃくちゃええロケーションですねこれなんでいやロケーションがね結構確かにですねここはあの海月館っていうところの、はい、あのホテルがあんねんけども、はい、そこのシーアイガさん、はい、シーアイガこう言ったらそのバーベキューできたりとかねえなんかさマリンスポーツとかできそこの海月館グループの、社長さんにちょっとお借りしてるからお願いしたんですかお願いしたんよだから思いっきりごますときよだからプライベートでも来てるんですよねプライベートでも来てるねここなあれやね向こう行ったらなトレーラーハウスとかあんねんけどそこで犬連れてこれんねあそうなんですかそうそう犬も OK なんですか犬も OK だから犬好きな人とかはこっち行ってで普通に泊まりたい今で年配者の方とかは海月館泊まってでバーベキューとかごっつり立派やからなああこれいらんのんちゃんいるんかこれもう死にますいや逆にこうなって死ねへんか暑さで湯気で湯気こう低いよ外逃がしてほしいよな確かに入ってんの黒田さんだけどいやこれいやこれはどうなん暑いやろどう考えたら今聞いたら34度ぐらいあるらしいからうわ外します？じゃあ泳いでるな。いや、でも直射日光は止まりますけど。どっちにせよやな。いや、言うけど風全然入れへんでもここおったら。下におったらですか。いやタコとりあえず外しちゃうわ。見てみこれ動いてんのこれ。あ、生きてるんやこれ。生きてるよ。名前もんだって。今朝上がったやつとかですかね。せやな。思いっきり生きてるもん。へえ。これはぬめり取んのが大変やね塩でちょっとほんなら行こうぬめり行きます洗いその蛇口の先あほんまや
またこれほんで淡路島来てまでこれです地べた地べたでこのスタイルだけは変わらんねん。いや結局取れへんねんて優先とどっちにしたかってよ、ある程度で